腹すいたなお兄ちゃんは。誰もいなくなっちゃったね、もなちゃん。あれ。お腹すいたので、みんなご飯タイムにしようと思います。はい、ご飯。あ。邪魔だね、これね。ご飯は2種類買ってます。すごいシンプルなやつといろいろ混ざってるやつ。あんまりたくさんひまわりの種とかあげない方がいいらしいので混ぜて使ってます。ブラキタの。そして大ちゃん、大さん大丈夫だよ。多分モナちゃんは大ちゃんには優しいから追っ払われないよ。大丈夫だよ。一緒のとこから食べても。うわぁ！もなかさん。もうご飯いいの？おしまい？あと何食べてるかな？カットルボーンっていうイカの骨はお家についてるし、あとエンド塩の土でもあんまりいろいろ食べないね。かわいい、綺麗、ほんと。アンズさん綺麗ね。お家に来た時、男か女か分かんなかったからアンズって名前にしたけど男の子だったね。アンズくんだね。3話の中だとアンズがひまわりの種が大好きです。大ちゃんとかはね全く食べない。じゃあそろそろね戻りますよ。お姉ちゃんもご飯食べますから。はい、じゃあね、バイバイ。バイバイ。